<laughs> ちょっと困る <laughs>。 が推薦しただよろしくお願いします。<laughs> え前回ね、えー、三島さんが吉田に猛烈アタックを仕掛けてきてね運命の相手みたいな話があって、まあ、それが結局吉田さんで、まあ、吉田さんに対して抱きつくみたいなところがあったんですけども、まあ、結局その流れがあっても吉田は三島がね <laughs> え自分のことを好きなんだっていうのに気づけないと。でしかもその時をまたさゆちゃんに見られちゃうって流れがあって。 さゆちゃんは公園の方に一人歩いていきそこでなんと三島さんとと出会いますとさらにそこで三島さんがさゆちゃんの恋愛相談みたいなのに乗って サユ、まあ、ちゃんの気持ちの後押しする展開になり公演に来た吉田とサユちゃんが話すって流れになるんですが、まあ、その前に結局この公演で、まあ、吉田とサユちゃんの関係が三島にバレちゃうよと今日は吉田とサユちゃんっていうのは同棲してるんだっていうのがバレちゃいましたこれに関してはこの後後の々会社の方で三島さんに詰め寄られる展開になるんじゃなかろうかなと。三三島さんは三島ささんんんはでねちゃんが吉田の子 ことをちょっと好きなんじゃないかなみたいなねところ気づいているかと思います、まあ、恋のライバルがね同じ屋根の下で住んでるっていうことで、まあ、結構行動派の三島さんがねこの後吉田に対してどういう行動をとってくるのかっていうところねこれから注目しておかなきゃいけないポイントなんじゃないでしょうか <laughs> えさらにはねその背中を押された状態で最後は吉田さんに対して過去の出来事を話しましたでその中でメリットデメリットの話があって結局 今吉田さんに対してメリットが提供できない今このまま一緒にいれるのかがわからない不安なんだっていうところがあり要は結局吉田さんとこのまま一緒にいたいんだなっていう気持ちが見えて取れたんですけどもだからこそ何か提供したくて、ね、自分のこと抱いてくれみたいなのを下着姿で迫っていたんですが、まあ、最終的に吉田さんにまたきっぱり断られまして「すでに、ね、もらってるものをたくさんあるんだよ今のままでいいんだよ」っていうことを話して、まあ、前回やっとね真の意味でのね新しい共同生活 が始まるよって流れになりましたまあ、ここからねさゆちゃんがまあ気持ちが晴れ晴れした状態でまあ吉田と暮らしていくって流れになりその中でいよいよ何が起こっていくのかっていうね新しいステージをこれからまた皆さんと一緒に見ていく流れになるかと思いますでその中で今回アルバイトってことなのでまあ、そこで新しいね自分と同い年くらいの子とちと出会ったりとかその出会いの中で語られる北海道でのお話みたいなのが出てくるんじゃない で吉田に関してはさっき言ったように、まあ、会社の方で三島さんに問い詰められる展開があったり、まあ、後藤さんがなんか急に近づいてきたりっていうそういう展開もあったりするんじゃないかなまずは何よりもね左右吉田ここのね新しい生活が一体どういうものになるのかねそこを楽しみにしながらね今週のエピソードを見ていきたいなというふうに思っておりますえというわけで皆さんも録画したものもしくはビデオンドド使って一緒にお楽しみください簡単なごめんなさいました本編スタートです さあ、始まりました。うん、改めてのご挨拶ですか。さゆちゃん。あ、そっちか。そっちね。はい、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 はい。うん、すんなりだね。吉田さんも。もうずっとね。だって、家にいるよりいいもんね。さゆちゃんが。 日中とかだって暇でしょうがないでしょほんとよ外の空気吸ってねお金も稼いできてくれたらおどこあーコンビニですかはあなるほどねそれですよいよいよ出てくるんじゃないかいねえ さゆちゃんと同世代の別のキャラがここで出てくるんじゃないですかなんかオープニングにいた気がしたんだよなどっかにああ今のだ出てこないかな今の子が出てくるみたいな流れじゃないかなそれとも今映った子はあれなのかな,なんか北海道の頃の友達とかそういう流れなのかな分からんうんギャル風だなええけどあんな子がコンビニでバイトしてるかな あの見た目じゃ働けない気がするな。じゃあどうなるんだいやわからない。いやけどとりあえずこれで新しい新生活のさゆちゃんスタートだね。いやそこであれだね。あ結構今のギャルの子真面目なんじゃないか今必勝の恥マきかなんかしてなかった。実は真面目で勉強できるタイプなのかな見た目に惑わされちゃったけども。だからあの子がやっぱコンビニにいるのかな いやあ、いるっぽいね。吉田さんも今、後ろにいたところを見ると、こっちの生活,欄け生活圏の中にいる子だわ、この子は。だこの子にいよいよ出会った。あー、もうめっちゃ、もう、ちょっと待って。もうめっちゃコンビニの制服着てたわ、今。もうめっちゃオープニングでネタバレあったわ。あーじゃあ、あの子と出会うね。もう間違いないっすね。はいはいはい。 じゃあそこのバイトの中で今度どういったね関係性が築かれてくかってとこにね注目してみていきたいなとさあ,あいきなりバイト先だしかももういる <laughs> こんな出会いがいきなりなんてさゆちゃそう <laughs> もう距離の縮め方がやばいね一応ちゃんとよろ仕事の教え方が変わる めちゃくちゃギャルだねうんさゆちゃんがめっちゃ真面目あさみうんこれもうあれだなそのうちすぐバレそうだね吉田さんと同棲してのとかうんやばこれもうダメだすぐバレるぞ いやそのうちもう遊びに行かせてみたいな展開もあってもいいじゃないのって言おうとしたらもう来たよえー、あもうそんな言い方しちゃうのさゆちゃんえー、いやそうだよそうなっちゃうよね,ねこんな気になる子やばいね興味持っちゃうだろうねこういう子うーん鋭い

三島さんしかも会社でその名前出さないでよ。ねえうんもうだって後藤さんにも今聞かれちゃったんじゃないか。橋本ねでこれでだいぶ知ってる人がほらほらほらこれ絶対聞き耳立ててるって仕事してるふりしてもう耳こんなだぜ。 いやーやばいよこれ後藤さんやばいよこれ攻めてくるよ吉田さんに対してこうなるとほっとけないダイブだから絶対後藤さんはいるもういるおっさんきついケメソもういい方 いやノリがちょっとな <laughs> もう使うセリフがおおよかったねとりあえずクリアかなで一緒にご飯食べていくんですかいきなりんどういうことなんか嘘の設定作ってんじゃない <laughs> この子意外と頭の回転早いよねうんこれ大丈夫かな後々なんかバレないといいけどこの子勘が鋭そうだしあに何何させててみたいな。 うんそうねほんとだよほんとだよそうな積んでないけどんな人生はないってなんだんなんだ吉田どうした吉田も ななんんかかあんのかなもしかしてこうやってさゆちゃんをさ部屋に呼んじゃうようなさそういう行動を取っちゃうような過去みたいなのがギリかよガッツ石松かよなんだろう今の。 さえちゃんの笑顔を見て安心したのかな酢豚なパイナップルがパイナップルって発音がパイナップルが入ってないのはあれだな俺の中で印象アップだわいやもうそれさっきも聞いたっつうの3人でいるからねえ <laughs> どううしてそうなった <laughs> いやーこの子はすごいなうんなんかあれなんじゃないいや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 ちゃんのこといやいやだからやっぱ意外とこの見た目と反してしっかりしてんだよ頭の回転も速いとこ見ると。 <laughs> 送り狼いやこの子の使う言葉がすごいいやいや自分が長居してたくせに急ぐとかおーっと来るんじゃないほらうーんだからばれてんじゃないこれもうほーらいやー侮れない。 <laughs> こういうねあるよね眼鏡、ね、<laughs> いやいきなりだってささゆちゃんの口から伝えるべき話なんじゃないかな牛田の口から言っていいのかな本当のことなんてえ言っちゃういや間が長い。 どうするんうーんってことはやっぱさゆちゃんのねか勝手に喋るってことはしなかったねやっぱ吉田うーんけどね 言えないって吉田の口からはそこそこですよ <laughs> 認められたなこれで完全にちゃんと認められたなちょっと待ってこの子もなんかあんのか なんかあったんじゃないえっ、ー、このアニメに出てくる若い女の子は何かあんのかなちょっと待ってくれよ「オクリはもう終わりかえっ、ー、何なんだろうい,いえ実は超豪邸とか狭い狭いっ言ってたしさ <laughs> うん、逆にねみんなとの距離が近いからみたいなことなんじゃないだからやっぱお金持ちなんじゃないかなそしたらアルバイトしてないかなんだろううんおっとおい え、この子すごすぎじゃないちょっと1回だよ何時間働いたかは知らないけどさいや、いいとこ56時間のシフトでそこまで見抜くさゆちゃんやばっで、後藤さんとこれあれじゃないいよいよさっきの話聞いてるからささっきっていうか前回のいや帰れないな絶対このあと予定あるみたいなほーら来た 来た来た来たで後藤さんの誘いなら絶対断らないでしょ吉田もやめろやお前はもうちょっかい出すなしあ三島さんもいたのあしかも三島さんコーヒー吉田さんの分持ってきてたのに先輩の取られちゃったねまた焼肉なのしかも焼肉って普通さ もう付き合ってさエッチしたあとに行くとかよく言うよねうんでもう帰るって送っちゃったのにね先輩と食べて帰るって送ったのかなさっきいやもういいって帰らせて <laughs> いやもう絶対さゆちゃんでしょう も,もうアイカップを見ないのねうん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 だから見しめは何もないんだけどもはい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 そこはもうね別の これもう聞こえてて言ってない前回の会話ああそうなんだね家に待たせてる人がいるからねそこは間違いないんだよく見てらっしゃる後藤さんにも言う流れなのかなうんなんだ もうね、そこねはっきりしてほしいよねうんだよねこんな何回も誘って何この言い方えちょっとちょっとちょっと まさかの、好きになっちゃったのええー、ちょっと待って困る困る困るよ後藤さんないもうさあゆちゃんやっぱご飯作ってんじゃん携帯見ないで。 あこれさっき送ってたんだねやっぱねご飯食って最悪だご飯だけじゃないよさゆちゃん告白されてます今吉田楽しんでるどこじゃない浮かれてるかもよ心はいやーもうけど俺はもう応援できんよ後藤さんは肉じゃが肉じゃがの方がいいよ後藤さんと食べる焼肉より なんか周りの女の子がたかり始めたらさずるいよねとかそこよ結局それで誘ってきてんだからはあなんでそんな嘘ついたんだよ <laughs> どういうマジでもうよくぞ言ってくれたどういうこと勘が鋭い えっ、ー、今日じゃないな。いやいやいやその間大ハズレですよあの時にもし受けてればね吉田だってさえちゃんを拾うことはなかったわけで何やって てんのおう,、うん、おうおうおおおやっぱ意地,な意地なんじゃないかみたいないやーこれどうだろうな本当に好きなのかもなけどいややめてね変なこと言うなよ吉田あやばいやばい絶対これ言うよ冗談半分でえ そんなことを言うのそれは結構冗談だとしてもちょっと言い過ぎじゃないえー、だってガチだった場合これはこれでちょっと嫌じゃないこの質問吉田そこはちょっと攻め込みすぎたわ答えてくれそうだなけど <laughs> 前回の愛じゃないけどねこの焼肉会よ美味しいや展開だね えー、そうなんですかありがとうございます <laughs> !ABCDEHH 愛がね愛がもうまさかのバージンで嫌じゃないよね <laughs> しかもそんな人にそんなこと言わせちゃったっていうねうーんそうだよいやいやそこは嘘じゃないんだよきっと前回のからかったのが良くないよ うん、えー、困るこれ最大のライバルでサイちゃんにとって三島にも <laughs> もうこうなってくるとだってフリーなんでしょうおお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 おここは気持ちがさある種通じ合ってるわけじゃん ええー、けど家にはさえちゃんがいるんだよねそこ話した方がいいよねもしそうなるんだとしてもん待つんああそういうことなんだ勘が鋭いって言っててずるいもんねほんとだ よくぞ言ったそこは正論あーやっぱ好きなんだよねそこはねいやけど吉田はもしここでそうなりたいんだったら吉田も吉田に言っといた方がいいじゃんさゆちゃんのことそれもだってまた後で後藤さんが知ったらずるいってなるんじゃないかな いやー、ちょっと待ってくれよさゆとうまくいってほしく思ってんのにないやー。えまだあるのか今度は。あれあー、ここで逆に一人でご飯食べるさゆちゃんになっちゃうんだね一人で食べるとねだから一緒に食べる相手がいないからだって。 俺はそれをずっとやってるけどもうーんん来たなんか来たよなんだえそんなにさゆちゃんって言ってた感じだと友達なんじゃないかな親っていうより今のは 北海道にいた頃のそれこそスマホ持ってないさいやー吉田さんが帰ってきてくれてればな本当にあんな後藤さんと焼肉に行かずになんて書いてあったなんだ 連れて帰るんえっえっコトさんが来んのどういうこと話したのかじゃあさゆちゃんのことそういうことやばいやばいやばいさゆちゃん的には居場所がなくなっちゃうみたいにまた思っちゃうんじゃないほらほらーやばいって。 け多分吉田は話しときたいっていうことなんじゃないかな、後藤さんに、さゆちゃんのこといや、ほら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 、ほら、やっぱ言ったんだ。よかったね、そこはよかったね。そこはよかったんだけども、だけども、えー、後藤さん、ここで来んのか。 いやー今までの通りちょっと彼氏いいんだっていう方向でいてほしかったんだけどもんでなんでこんな思わせぶりなことすんだよずるいなってさ毎回文句を言える相手でいてほしかったんだけどももうフリーになっちゃうとその文句も言えないじゃん正攻法じゃんむしろ吉田の方がサイちゃんっていう女の子と一緒に暮らしててあれじゃん もうそれで吉田はけどもう後藤さんのこと好きなんだからねそうなっちゃうと応援しなきゃいけない部分もあるわけでけどさゆちゃんとうまくいってほしい,いやこれ超複雑になってきたけどもうみんな吉田さんのこと好きすぎでしょ羨ましいわいやアイカップでバージンでしかも見た目めっちゃ可愛いし後藤さん <laughs> 強敵だよさえちゃん。強敵を連れてくるよ家に。どうする。ライバルのレベルは超高けいぞ。いやー今回も冒頭にさあれじゃんアルバイトの女の子出てきてさあこの子すごいな勘が鋭いないや吉田さんのこととかさいろいろ見てもう先まで見てんなみたいなさえちゃんの笑顔とかもあシーパートもうやん。 現実あやんないねあさみちゃんさゆちゃんのことすげえよく見てんなたった1回なのにみたいなさでこのことをこれからバイト先でっていう展開が今回あるのかなと思いきやだよまさかの後藤さんがねちょっかい出してきてけどもうあれはもう三島さんがやっちゃったよね三島さんがあそこで吉田さんに対してさゆちゃんの話をあんだけ会社で仲良く話しているから後藤さんが気になっちゃって三島さんに取られちゃうんじゃないかみたいな気持ちからああやってまたアタックた ししてきてきるわけで三島さんの行動力が全部裏目に出ちゃった気がするな今回三島さんはだってこれでさらに辛いじゃん後藤さんはいるしささゆちゃんはいるしさ多分これを見てる人はみんなさゆちゃんと吉田さんがうまくいってほしいと思ってるはずなんだよね高校生とサラリーマンだとしてもさ来週以降こっからどうなるんだろうねすごい関係になっちゃった、ね、四角関係っていうのかな三角関係じゃないよねこれ大変だ逆にけど面白いけどね はいというわけで、えー、今回のね悲ロのこちらに対する皆さんの感想だったり僕のリアクションに対するコメントなどをお待ちしております以上ドラゴンボタンおクりしましたバイバイ